かなかのドアップでやすな旦那ということでバイオシバ観光ツアー始まるよ。ガー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 、あ、起きた、遅くなった。もうあなたが激しすぎたせいでもう私季節失神しちゃったわよということで、今回もフォームレスシュートをぶちかましたですねレオンさんにですね、いやいやぶちかまされているっていう感じなんですけれども、ということでブルーホースさんねやっていきましょうか。はい、でまあなんかね前回ね気づいたらね、どうやら10分しか収録時間が取れていなかったっていうですね、まさかの衝撃的事実を私発表しましてですね、これは短すぎる、もっと丁寧に丁寧にご視聴者さんの皆さんをですね、もう大切に大切に扱っていかないとやばいっちゅよーっていうことだったんで、あーやばい、おっぱい大きい、プルンとしてる、まあ皆さん見ました、プルン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 してる、プルンプルン走ってゆけ、プルンプルン、あ、プルンプルン2号も来た、情報が欲しい、うん、ということなんで、まあそんな感じでですね、はい、まあ今回もやっていきましょうか、カン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 ということなんですけれども、重要な施設はすべて山頂、はい、山頂山頂山頂で山頂山頂で絶頂を迎えてエクスペリオブやろうというところなんですけど、まあ今回はね、ちょっとねいろいろとね、まあ探り探りやっていこうかなというふうに思ったりもします。で、デックがオープンセサミ、はい、ここでブラックバスの紐のが手に上がるということでね。ありがとうございます、光栄一つ貸しということで、ここら辺はねあるのにね、でここら辺のスイッチをね適当にねごちゃ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 動かしてしまうと、もうあの全くねまたここがガッチャってしまってね出てこれなくなっちゃうよということになったんで、皆さんで、ね、あのご注意くださいということでございます。で、まあ早速なんですけれども、ここにアシュリーをですね、はいカモンということで預けて、はい早速のご褒美プレイ、女王様とお呼びのご褒美プレイでございますね。いや本当にありがとうございます。まあ人生いろいろと何があるかわかんないですからね、こんなマフィアをねやってたとしてもね、まあいろいろとね、うん、あのやっぱご褒美をねいただけるということはね非常にありがたいことでございますよ。ということでオープンセサミー、あれ彼女は、うん、彼女来たかな。でここに彼女を入れておきたいと思ったんだけど来ないね。あーはいはい、まあ任せたんですけれども、まああのかなりですね、あの結構ギャップを誰かが食べせたカンカンがてん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 、オープンセサミー、お帰りなさいませゴージャル。ということでまあこちらにねあのカチャンとねあのちょっとしまっておきましょう。まあちょっといろいろね、まあわかったわ、オッケーって、はい、ということで、まあ今からね、起こるね、惨劇をね、皆さんね、あの、目の当たりにしていただくためにもですね、やっぱりね、ちょっと、女性がね、あの中にいるなんてことは非常に危ないでございますから、まあとりあえずね、こっちにポーンっていくとね、何かが立っている。あれ？あれ？何かが立っていない。あ、ということはこれあれですかね、もしかしたら、あの、任務をちゃんと見てからじゃないと、やつが出現しないという、そういうオチになってるかもしれないですね。ということなので、キャー、何が起こってるの？助けてー！ドラえもーん！ということなんですけども、これ彼女さ、こっちの方行きゃ、あ、勝手に出てきたか、あー、やばいやばい、勝手に追いかけてきやがった、やばいやばいやばい、逃げろ、逃げろ、てボコッと。まあ、そんなこんなでね、まあ、観光ツアーなんて言ってね、あの、最初の方は張り切ってね、いろいろとやってったんですけれども、結局、ただただね、あの、もう、あの、一個一個観光ツアーをね、こうやってね、あの、これはなんでね、あれはなんでね、って言って、あれはなんかね、あの、実はこの、ここの箱をバコンと開けたら、イノスケの頭がいっぱい出てきて、キャーなんてことも起こるんですよ、みたいなことを言ったりとかね、まあ、してもいいのかな、なんて思ったりしたんですけれども、あれ？ちょっと待って。新しい物があるんだぜって、あれこれ戻ってさ、あれなんか、今の、あの、あれだよね、青いメダリオンをぶち壊せだから、あれアシステッドモードだったら、あんな怖いやつが出てこないっていう、そういうオチなのか。いや、そんなことはないですよね。だって今まで出てきたらもんね。あれまあいいや、じゃあ、とりあえず、あの、きちんと、その、やってからにしましょうか。あのちゃんと依頼を受けてからっていうことにしていきましょうかね。はい、北京っていうことで。でここら辺にはいろいろレンチとかペンチとかね、あのパンチとかね、あのチンチンとかそういうのがいっぱいあったりするんですけど、まあ、そこら辺はもう気にしないでね、なんかしれっと卑猥な言葉を言ったかもしれないけど、そんなことは気にしないでね、あの人生仲良く生きていきましょうって、そういうところでございますね。プライマルナイフ、コンバットナイフ。ここら辺は打っちゃダメってことですね。はい。じゃあ、サンキュー。いや、気にしないでいいっすよ、うん。あなたのためだったら、いつだってあの魂出す。出すら売るね、覚悟あーいるんだから。あ、今の銃声で敵に気づかれたかもしれないということでね、まああのここら辺でねいろいろとあるんですけれどもね、まあこの上の方ねチャキン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 っていくと、あのあれ例のごとくね、あの女の子のお尻がねドアップドアップ、あれこっちの方、あったあったあった、ヒューミョン、何なんか言った、なんか言った、お尻もう一回見せてごらん、お尻お尻、あ、なんか、うえ、にゃしょ、わ、べる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 、にゃ、にゅうちょちょちょって、なんか、中国語だか日本語だかわかんないスペイン語を言ってますね。スペイン語って言っちゃってるよん。で、あとどこだったっけ、青いメダリオンが、なんか、こっちこの上の方にある。あったね、上の方にあるだっすね。まあ、ここら辺のなんかさ、気になるよね。
まだ僕がやってる段階でさ、エイダのダウンロードコンテンツがうんぬんかんぬんみたいなこととか出てないけどさ、ここら辺がなんか歩けるスペースとかになってるっていうのは、もしかしたらエイダ編とかでね、ここら辺ね、ペコ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 パッコンパッコンするかもしれない。エイダとパコパコできるかもしれないですからね。まあそんなことも考えてですね。まあとりあえずまあ、サンドグルにはなんだ、いたのか。なんかごめんね。うん、ちょっと気づいてなかったっすわ。はたた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 た。なんか お耳を塞いじゃってるけど、あれ？あ、なんか、あ、やばい、両手取れた。あ、両手取れたら、なるほど、両手取れたら頭が入るっていう、そういうシステムらしいですね。はい、それはちょっと私気づかなかったでございますね。あれ、ここら辺になんかさ、あったあったあった。あんたまあ、で、こっちの方進んでいくと、確か敵地が、まだなんか、こうかこうかこうかって言ってるけどね。まあ、皆さんもお気づきの通りですね。まあ、なんか、やっぱりね、いろいろとね、こう、観光ツアーやろうと思ったらね、こう、一個一個案内していってると、それこそね、多分今ね、何パートかわかんないけど、もっと多分ね、追いつかないんですよ。追いつかないっていうか、もう、皆さんがね、もう何百パートとかそのくらいになったりとかね、もうでね、やっぱ解説とかどんどんうんぬんかんぬんとかってね、いろいろやっぱ出てるんでね、そっちの方ね、人たちがね、もうあまりにもね、内容が素晴らしすぎてね、俺のなんかいろいろとベラベラノーカットで喋って、喋り散らかしてるっていうのがさ、もう非常にさ、申し訳ないんだけど、もうすげえチンプというか、チープというか、もう安上がりというかさ、そんな感じになっちゃってるんですよね、おやすみガンパウダー。うん、ということになっちゃってるんで、まあ、適当にね、ベラベラ喋りながらやってね、もうとにかくストレス発散も兼ねてね、まあなんか非常にベラベラ喋ってる男がね、タカタカなんか騒ぎ散らかしてるっていうのが、まあなんか非常に面白いよということであれば、なんかまあそれで僕は豚ましは浄化されるというか、召されるというかね、メシアというか、メシだというか、美味しいというか、パコパコというかね、そんな感じでございますんで、まあそんなところでぜひね、付き合いいただけたら幸いでございますということで、最後のパン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 、おてて、ちょっと、やるじゃん、ありがとう。そんな、こんなレベルで褒めていただけるなんて、もう非常にありがとうございます。本当に召される気分でございますね。ということで、ここでオープンセサミバーポーンって入っていくとね、今日、そう、本当にね、言葉通りが気をつけてっていう、その言葉通りなんですよね。言葉通り気をつけてないと、こうやって囲まれてキックっていうことなんでね。あれ、おててがなくなってるけど大丈夫。で、こいつあれだよね、この縦の構え方さ、リベレーションズに出てきたさ、うわーわーあー、お前も発狂してるのかー。残業代をお支払いしません、残念でした。だってセルフ産業、ね、セルフサービス残業に関してさ、こちらからお支払いすることなんてさ、さすがにできないでやんすよ。うえ、腕足お腕が、あれ、あ、こいつがどうなってるかなんてさすがにわかんないね。でもさ、腕がちぎれる。でも腕はちぎれるけど、足ちぎれんのかい。足いっぱいちぎれるね。足っていっぱい違う。じゃあ間違えてくるっと振り返って。さ、うん。突如現れる回転式。うん。まあそんな感じでね、まあこちらの方でパコパコ進んでいきましょう。まあバイオハザード悪い方のさ、何がすごいかってさ、なんか、あ、新エリアに来たのかなと思ったら、しれっとさ、こう、ただ単に原作にあった、振り返りになってるっていうね、振り返りじゃない、後ろから行くっていうね、そんな感じになってるっていうとこ、そんなところだったりするんですよね。うん。そこら辺の作りがお上手だったりするんですけど、キャーってこれ開けた瞬間からもなんかもうダダ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 ダ、はい。で、こっちの方から飛び降りてこようとしてるんでしょ。こっちの方から飛び降りてこようとしてるから、すぐ助けよ。おい、ああ、ジャンピング。で、どっちに行こうとしてる。おい、そんなことはさせんでお休みなさいでございます。ちゃんと首させてるのかどうか怪しいところだけどな。いる？どっかいる？ああ、なんだ。どうする？うい、うい。怪我は？ありがとう。で、怪我はっていうのは多分ね、アシュリーに対して言ったことではなくてですね、なんかあそこで這いつくばってるおじさんに向かって言った言葉だと思うんですけどね。あ、なんかここら辺にいろいろあるね。これあれだよ、なんだっけ、パラソル立てるやつで、水を入れてね、パラソルがね、風で吹き飛ばされても大丈夫っていう風にね、ついていくような、そんな感じかもしれないですね。で、ここら辺でなんか生きると、はい、なんかいた気がするけど、皆さん気のせいでございます。あれ、なんかアイテムが落ちてる。なんでだろうな、アイテムが落ちてるな。やった、拾っておこうということで、なんかいっぱいいるけど、また僕が、どーん。はい、まあ、普通にね、シカゴスイーパーでね、遊んでいくっていうのもね、なんか、本来やるべきなんだろうけど、なんとなくこう、めんどくさい時ってやっぱ遊びだって、お前どこさ行くだ。どこさヘキサエン、なんかエグい音が鳴った気がするけど、そんなことは気のせいでございましょうということで、こっちを振り返って、ふっと、いうことでございます。で、こっちの方進んでいくとね、いっぱいね、なんかいろいろってね、あるんだけど、お金は、寒い、なんか今日、日々寒いよね、なんかまあまあ、梅雨なんもね、開けたんだか開けてねえんだかわかんない日々がなんかない。
もう全国各地でやったりとかして、てか沖縄ってやっぱり早いんだよね。なんか5月うんぬんかんぬんでさ、あの5月の何日か17日か18日くらいのニュースでさ、あのなんか梅雨に入りましたとかってさ、であの僕の上司があのその次の週から宮古島だったっけな、なんか沖縄のどっかにあの家族旅行で行くって言ってて、なんか非常にもうあの一言でどんまいとしか言いようがないなみたいな感じになっちゃってたんですけど、ね、これって F だったっけ、スペースだったっけ、 F スペてーねってーねってーってって優しい、超優しい。これプロフェッショナルでやった時さ、もう超大変だったもんね。ということで、なんか真ん中からな、なんかしれっと出てこようとしてるやつがいるんだけど、これアイテムは、あー、爆発物陳列剤はないから仕方ないね。じゃあこれギャー、起き上がらせるわけないべー、さよなら、おねんねの時間です、おやすみなさいませ。痛うっそん、させません。私に抱きついていいのは青髪のニット帽が、ニット帽、青髪のニットがエロい女の子だけでございます。残念でした。あー、まあでも赤い服、これこの状態になって、え、どうなってるかっていうと、ね、あの全身からね、あの乳首がいっぱい生えました。全身から乳首いっぱい生えました。で、全身から乳首生やしすぎてなんかバキンって飛ばしたんだけど、なんてやつだ。あ、ですね、あのアイアンメイデンって言います。あ、そういうことじゃない、そういうことじゃない。さあ、F、その間に私はお日狭いよねー、ピン。いや、アシュリーほんと上手だよな。上手な上に可愛くてさ。で、おっぱいプルンプルンでしょ？たまらないよねー。ちょっとコーヒー。うん。まあ、あの、ね、いろいろと考えたら、そのなんかここら辺の廃品工場うんぬんかんぬんとかっていうのもね、なんかもう言葉がさっきからうんぬんかんぬんしか出てきてないような気がする、うんぬんかんぬんっていうことなんだけど、まあまあ そんなことも言いつつですね、やっぱり頭いろいろ使うんすよ。で、頭使うし下も回さなきゃいけないしっていうので、どうしてもね、まあ、あのそこがね、いろいろと追いつかないよっていうのが僕の課題だったっていうことでございますね。何かが起こってかい、あのミッションクリアをしたということでございます。ということで、まあこちらをピッピッピやりたいんだけど、電源が入ってないなって、そう、通電してないんですよね。通電ビリビリーということで、まあこっちに指示。ちなみにこれさ、自分、え、こういうの得意なの、うーん、苦手な人もいないと思うんだけどね。まあそんなことはどうでもよくって、そうそうそう、で、まあそんなことはいいんだけど、これレオンが回したら逆にアシュリーが自分で行ってさ、あの通電ピキンってしてくれるとか、そういうパターンもあったりしたりなんかしたりして、ゲリゲリ映画ゲラウェイに楽しいよね。なんかこうやって一人でベラ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 喋るってさ、なんか何の気兼ねもなくさ、あの、で、やっぱり、まあでも一回ね、なんかどっかでやってみたいななんかって思ったりするの、やっぱライブなんだよ。ライブでさ、うい、宝飾の首飾り、そう、ライブなんかもやってみてさ、こう誰かが視聴者さんがさ、こうなんかいろいろとこうコメントでね、ツッコミだったりとかさ、こんなテーマでうんぬんとかさ、ペラペラとかって、なんかチューって、あれチューって言ったぞ。あれ害虫駆除成功したんじゃねえのか。で、これが、Oh, it stakes っていうやつだよね。で、これ実は、あの、ここのゴミ捨て場ね。あ、そっか。なるほどね。ゴミ捨て場のシーンはここで再現されてたのか。今更何週かして、初めて気づいたっていうところですね。そこら辺のあれだね。やっぱ考察力というか観察力というか、見定めというか、そこら辺がまだまだ甘いから、僕のね、ちょっとね、残念というか、無念というか、もうね、やっちまってんなってところですね。で、こっちの方カチャンって開けると、まあ、あの、奥の方からダダ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 ってるんで、まあ、ちょっとあの、無作為にね、とりあえずあの、来るやつを全員ね、始末しておこうというふうに思ったりもしますね。はい、で、頭をしばいておいて、で、おねんねの時間でございます。あれなんか、まだ生きてるの、まだ生きてるの。こんなことはさせません。そんなこと、あ、いるいないいるいない、あ、まだ奥から来るね。あ、立ち上がろうとしてる。立ち上がっちゃダメですよ。で、まあまあ、たぶん、まあ、お兄さんたち、そんな働きすぎっす。そんなね、あの、悟空の重りみたいなものつけなのね。俺のつけているやつは、あの、片腕2トンだとか、足には2トンです。総重量10トンだとかね、そういうのがあるかもしれないけど、うん。平気というか、あなた何も起こってないというか、あー、なんか起き上がってきて、くるくるしてるというか、もうお休み、べん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 で、そうやって寝てる間にこっちからまた追加が、あれ追加は来ないのか。あー、なんか、うごめいてるやつ、頭をくじいて、頭さえ砕け散れば、もう彼の自信もプライドも砕け散る。自信とプライドって、なんか、同じような意味が、なんか立ち上がってきた。立ち上がったやつの頭が、ってか、もう面白いの、お腹が裂けてさ、針が開くってさ、なんかポケモンの進化系かよ、みたいな、そんな感じだよね。あ、でも意外と体力は少ないのかな。で、こっちからくるっと回って、パキーンと針が飛んだところで、戻ろうとすると、あれ？いない。戻ろうとすると、また追加来る？追加来ない？来ない？来る？来ないね。来ないか。あのね、
今ねイヤホンしてるから、あの細かい細やかな音とかいろいろね、あのニュクニュクとかさ、まああのボキボキとかさ、ボッキボッキとかっていろいろ聞こえてくるっちゃ聞こえてくるんだけど、まああのありがたいことにですね、ここで助かった、はい、ありがとうございます。あー、なんか指示を出したつもりだったのに指示が出せてなかったようですね。ちょっとあの指示を出しても、あの言うこと聞かないよっていう お嬢様による 大胆な反抗期だったのかもしれないと。で、これパキンパキンって、とりあえずパキン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 、あれ、あ、ちょなんか一個余計に押しちゃった。パキンパキンパキン4つ、はい、これで OK でございますね。はい、まあ、なんとなくね、こうやったら開くんだろうなっていう、その道筋っていうのがだんだん見えてきたからね。まあそれはそれでね、ていうかまあまあもう2週も3週もやってんだったらそろそろ慣れろよっていう話かもしれないですけど、とりあえずパッキーン、とりあえずポッキーン。で、こっちの方でね、なんかウニュウニュってやってるのがね、もうここの地点で見えてるから、ここからもう発射したら、あ、取り過ぎちゃった。ここでドーンってやったら行っちゃう？違うね。あ、なんか分離したね。分離したのがいるから、よいしょ。で、ここ下くぐっていくと、あえて、ああ、なんか上から降ってくるのか、なんだ、親方、上から虫が降ってきたよっていう感じですね。はい。で、君、なんか、いい具合で足組んでるね。はい。まあ、実はこれ、ここでね、この檻で飼ってた虫ちゃんがね、上の方の天井にパキンって言ってね、で、アシュリーのお尻をね、眺めるのがね、アシリーみたいなね、アシリー。くだらね、次。はい。依頼をやっつけたのか。どうりで誇らしげな顔だ。マジっすか、あれちょっと、でも一個さ、教えてくれよ。なんでこれさ、何もしてないのに壊れてたんだよ。教えてくれよ、商人よ。っていう、まあそんなことはどうでもよろしくって。とりあえずじゃあ降りていきましょうか。で、ここはもうとりあえずアシュリーを受け止める気はないので、自分で、降りてきてくださいということでございますね。はい、頑張って頑張って。で、ここをキーンと行こうと思うので、アシュリーちゃん、あ、行けないっすね。どうしようかなと思ったら、どうやって貴様降りてきたのだー、ブブ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 ブ。見て、ん？見てる、見ては英語でルックウォッチ、そしてシーでございますね。で、まあウォッチっていうのは観察って意味があってですね、ルック、あの今の場合はルックって、でシーはなんか自然と目に入ってきちゃったよーっていう感じですね。はい。で、シシシシシシするっていうのはですね、あのうちの娘がですね、歯磨きをするときに使う擬音語でございますね。はい。まあ確かにシシシシするっていうみたいな。任せて。そんな密室に行くだなんて。本気か？エロの塊でないか。やばいやばい、皆さん興奮まっしぐらっすよ。もうエロいシーンしかもう頭に浮かばないよ。どうしようどうしよう。うん、でまあブン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 ってことなんですけど、まあここにかこのところですね、うん、知らなかった。いや知らなかったっすね。まああのなんだろうね、建築学科にでも入ってるのかね、それともあの自動車学校、あの特殊お大型特殊なんとか館とかのあれなんですかね。でこれはでんまあ、だからクレーン動かすのと、あのチャプター5の2のね、なんかあのレバー引いたら鉄球が振りかざされるみたいなやつのなんかダブルパンチっていう、そんなところになってるのね。まああの唯一あのガナードたちが一番かっこよく登場するシーンだ。え、ちょっと待って、なんで今左向いてたの。とりあえずここをボーン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 、あ、痛い、もう一個ボーンってしといて、あ、体力がなんか削れてるね。これに巻き込んでさ、敵倒せない。あー痛い痛い。当たれーキャー。あれ、あ、ムービーシーンになっちまったらあれなのか、当たんないのか。あ、やばい。あれ、ちょっと待って、俺アイテム持ってない。なんで、怖い。武器持ってないぞ俺。武器登場するっちー。あれや仕方ない、こいつら全員ナイフでぶち破ってやる。あ、痛い。ちょ待って、あの普通に貫通しとるげや。うりゃうりゃ、ほら、味方もやっちゃってんじゃん。ちょっと待って、ルシファーを持ってるやつが、あー違うよ、くるっと回ってすって、なんで痛い、そりゃそうなるわね。お前、舐めとんかってなるわ。舐めてないけど、ちょっとチキンプレイしてます。チキンプレイではないか、チキンプレイだったらもう完全に、ね、ロケランプぶち込めた。そっか、ムービーシーンになったら敵を巻き込むとかそういうの、すごかったかどうかで言うと、すごかった。うん、本当にすごかった。好き、愛してる。だから、もう俺のことを舐めてみないか、ペロッと。あ、なんか落ちてる。先行手榴弾ですね。はい、ありがとうございます。で、こっちのアイテムもちょんと拾っておきましょう。強化手榴弾が2個もあるんだ。じゃあ、桜吹雪の、で、果たして、ね、強化したやつと出会うことができるかどうかっていうね、その答えはですね、ここのミッションがあるかなんだけど、進むことができない。ミッションが、あった、あれあるじゃん。あれ
特殊徘徊死体。あれ死体なんだ。死体に寄生虫埋め込みすぎたら寄生虫が体を動かし始めたって、そういうあれだったっけ。あれもともとリヘラルドールってどういう背景な。もうさ、ちょっと待って、もうアシュリーちゃん、そんなさ、歯入ってたらさ、おじちゃん興奮しちゃうよ。うん、ねえ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、ってさ、もうおじちゃん興奮しちゃうですよ、もうね。で、一個ちょっと試したいなぁと思ってることがあるんで、ちょっとお付き合いいただけるでしょうか、ということで。ああ、どうりで誇らしげな顔なんですよね。まあ、やるでしょ、まあ、超やるでしょ。珍しいものが手に入ったぜ。いや、そうなんですか。また来いよ。あ、また来ますで、ちょっとね、試したいことがあって、まあ、前回パートがちょっとかなりね、短く終わっちゃったんで、少し贅沢な時間の使い方をしようかななんて思ったりしてるんですけど、要するに、まあ、ここ行くじゃん、で、戻るじゃん、で、それはまあいいじゃん。で、そうじゃなくて、ここで待って、はい、待って。うん、え？あ、うん、あ、今度は素直に受け取っていただけるということで、ありがとうございます。すいませんね、本当に。ありがとうございます、ありがとうございます。で、ここの死体が、果たして、ニュルンってなっているかどうかっていう。あ、いるね。あ、やっぱいるんだ。いつこっちに気づくかな。でん。あれ？でん。あ、気づいた。見つけたぞ。あ、後ろ向いてたのか。そういうことか。はい。よいしょ。あ、なんか興奮してる。行って！行って！お前、この野郎、毒針飛ばしてきて。あ、やばい！下手くそ！行って、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 毒針飛ばしてきやがったな、この野郎。あ、行って！命中率100、威力 G20 の、ちょっと、これ、強化手榴弾って、俺作れた、あ、作れるよね。強化手榴弾、もう一個作っておこう。あーで、以上です。終了。タラッタッタッタラララララ。あー、痛い。ほら。で、ドーンと。で、もう一発。あー、ちょ、そんな卑怯なことしちゃダメですよ、レオンさん。おい、なんか当たった勢いで。あーらら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 で、これでどうだ。あ、痛い。やばいな。毒針がめっちゃ飛んでくんな。やっぱ、痛い。やっぱ特殊個体だから強いな。あ、痛い。なんか、時間差で来るな。シュイーン。逃げます。そして、振り返って。よし、逃げて。オッケー、危ねえ。あ、ちょっと待って。しれっとさ、あ、いて、しれっと、パリーが出てくる。しれっとパリーができない、パリー。なにこれ、ジャストパリーレベル。あ、痛い。ジャストパリーができない。ほっ。あーって、押してるんだけどな。押してるけど。あー、なんだ。知らない。やばい。あ、ちょ、こっちこっち、いける。うわ、抜いて。うえ、やられた。ちなみに、彼女来るかな。こっちの方でピーンピーンって行くと、そう、こっちのね、方に行くとさ、敵がさ、ほら、古城の時とかだったらさ、敵がなんか復活したりなんたりしたりしてさ、っていうのもあったじゃん。なんかついてきてるよ。ついてきてる女の子がいる。置いてかないでよーって、いや、置いてく気はないんだけど、勝手に置いてかれてるあれがあるじゃん。こっちの方とか行くとさ、敵がなんか復活したりとか、なんか別の敵が現れたりとか、レヘナラドールとかがする。あ、平気ですよ。平気なんだけど、君はこういうの平気苦手、大丈夫？あ、そういえばこっち行ってなかったんじゃない？あ、行ってなかったけど、そうだ、ここのなんかあれだよ、黄金インゴットとかさ、そこら辺を取るの、やっぱ忘れてるね。忘れてたからこれを取りに行こう。うん。なんかだんだん普通のまともな実況をし始めているような気がするけど、まあそんなことは、やつもながら、きっと気のせいということでお許し願いましょう。うん。まあなんかね、言われたんすよ、ぶっちゃけね。いろんな人からさ、特にその身内からさ、すげえ喋り無理しててさ、聞き苦しいぜお前って言われてさ、なんか、まあ頑張ってるっちゃ頑張ってるんですよ。確かに頑張ったよっていうのは、まああるよ。それは、あるよ。でもさ、なんか、無理してるねとかなんかそういうことを言われると、ぶっちゃけね、ぶっちゃけ、ちょっとショックだった。うん。それは、ショックだった。語彙力よ。あ、そういえばこれ落としてたんだね。片付けてくれたのか。ありがとうよ。ああ、いいえ、そんなことないっすよ。じゃあ、お礼に金刀君を10個ほどちょうだい。じゃあ、これカチン、カチン。で、これやっぱりね、梅田ジャパンさんもね、なんかね、金刀君のね、精度に関してはちょっとね、今、クソゲーというか、なんかガチャ要素っていうのがあって、まあ、いわゆるソシャゲみたいな状態になってるから、あんまり良くないよね、みたいなことは言ってて、で、どうやらリセマラってあるじゃないですか、なんかソシャゲとかだったら、こっちの方戻って敵いる？全然いないね。そう、リセマラでさ、リセットマラソンって言うんですけど、要は、レアアイテムが欲しいからって言って、一度取ったけどセーブをしないでもう一回戻ったらどうなるかとか、全然戻ってきたけど、何の意味もなかったですね。
仕方ないからじゃあアシュリーちゃんが降りてくるエロい瞬間だけでも見とこうか。腰のくびれが止まらん。ところがなんかあの これに関してはセーブデータでそういうのがなんかもう制限的に決まっているそうなので残念ながらねあのできないっていうそういうオチらしいんですよ。だから要はあの一回セーブあじゃあ一回なんか取ってあのいらないやつが来たから仕方ねえなんかどっかでやるかあのもう一回セーブ前にあのリセットしてやるかってなってもまた同じこと出てくるっていうそういう仕様になってるらしいですね。はい残念ながらね。ということでまあちょこっちからやろうか。ちなみに銀入れて金出てくるってことありえるのかな。それも確率的にありえないのかな。ぽいね。多分ないんだろうな。クラフト、ボルト。てんてんてん。ってなると、やっぱり、あれが出てくるのは至難の技なんだろうな。あの、アキルズベアね。はい、レジェンダリーってね。まあ、ね、残念ながら、ベレーキュートのね、あの、クマちゃんが最後に出てくるってことはありえなかったっていうことなんだけど、そろそろ、武器の売り値が 20% は武器売ることはもうないからね。あ、でも武器ってどうなの？弾薬とかそこら辺も含まれるんですか？本当の武器なのかな？あ、今回なんか金めっちゃ出てくるのありがたいね。弾薬系のアイテム、ああ、なるほどね。それはちょっとありがたいかもしれない。弾薬の 40% は結構ありがたい。おっきいに出てきた。ってことはそろそろ？あ、ロケットランチャー、ロケットランチャーもうね、あの、持ってるからね、いらないんですよね。ってことは、これとこれ、鎖蛇をもう持ってないから、じゃあ、あの、変えようか。じゃあ、お邪魔しました。おいおい、遊んでいけよーって千葉さんの代わりに言ってみようかなと思ったけど、まあ、そんなこともどうでもいいや。はい、ということで、一旦、まあ、次、やるべきことっていうのは、もう決まっておりますので、あの、次は、あの、ツンデレ少佐と戦うシーンになってるんで、まあ、あの、そこら辺をね、ちょっとやっていこうかなと思います。新しい品を覗いてけよ。あ、ありがとうございます。まあ、新しい品があるんだったらね、せっかくだから見せてこうかな。いや、ヘマしては死なないですよ。あの、やらかし死ぬことあるって、それをヘマという。ってことで、まあ、一旦ここでケースカスタマイズで、弾薬系を右側に装着して、これが確か鎖蛇。で、鎖蛇を持ってないからいらないと。で、ナイフの修理で 30% オフ。まあ、これはもうプライマルがあるからいらないで、ブラックワス回復は、ブラックワスがなぜか今5匹いるからいると。で、ナケルゼベアは、そうね、ナケルゼベアの方がいいかな。なんか、あの、ちょっと、しれっとさ、ガンパウダーとかを貯めて、あの、強化手榴弾をさ、使いまくるみたいな、そういうちょっとお遊びなんかもしてみたいな、なんて思ったりもしたんで、そうね、強化手榴弾、そうだね。あれなんだね。小さい手榴弾を使うっていうやつは特にないみたいですね。はい。まあ、その、あれ、ハンドガンが4、あ、そうか。1個減ってるからだ。そう。何言ってんだ、俺。今自分でやったのに忘れてるっていうのもな、もう、あからさまに愚かなる。愚かなる弟よだよね。あの、長男なんだけどさ、僕さ。ということで、まあ、とりあえず S はいらないから S は売っとこう。で、L だけが集めれるからいいから。これもいらない。これもいらない。これもいらない。何でもござれ。決めるのは俺たちだけどね。ありがとうございますよ。で、ここら辺、まあまあ、とりあえずなんか、ダブってないやつ。じゃあ、ダブってるやつは、Thank you。じゃあ、一旦ね、あの、ここで終わりにしたいと思います。まあ、ボルデモートとツンデレ少佐は次回ね、パートでお会いしたいと思いますんで、一旦この辺りで終了とさせていただきます。まあ、だいぶ落ち着いた実況ができるようになってきたんじゃないかな、なんて思ったりもするんですけどね。まあ、ご意見等々いただけたら、ぜひ皆さんの、お声をですね、力にしながら活かしていきたいというふうに思います。では、また次回パートでお会いしましょう。なんか若干ズラ感あるな、はい。チャンネル登録もよろしく。ではまた。